はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第230回でございます。で、今回テーマがね、最近の悩み聞いてくれるっていう、いや、テーマじゃないって、俺がね、ちょっとみんなに悩み相談をしたいわけ。てか話聞いてよっていうだけなんだけど。で、それと、あと3月に変な動画が点々点っていう、まあ、これプチ告知みたいな感じになりますね。まあ、そんな感じなんで、ためになる話はね、何もしないんだけど、もしさ、ちょっと余裕あったら聞いてもらっていい？っていう感じで話しますので、よかったらね、最後までお付き合いください。では、行きましょうか。あのね、いや、結構さ、ガチ悩みなやつなんで、しかもね、こう、そんなん言われても、なんとも言えないっすよ、みたいな風に思うかもしれないんだけど、こう、まあ、この活動もさ、自分6年目になって、で、6月で、もう丸6年経つんですよ。で、27歳で始めたんだっけな？ 27 歳だった男ももう来月3月で33歳ですよ。で、それだけ時間が経過してきたわけですけど、自分はですね、この塾講師の時から、その生徒に、まあ、自分のね、担当してる生徒とかに、悩んでる姿とか、こう、ちょっと弱いところとかを見せるのが別に全然苦じゃないタイプの人間だったのね。どういうことかっていうと、やっぱ大人になったりとか、あと先生とかさ、まあお父さんお母さんもそうだと思うんだけど、あんまり弱いところってそんなに子供たちに見せようとしないわけよ。見せない方がいいみたいな、かっこ悪いところは見せらんないみたいな、に言う方多いんですけど、自分悩んでる姿とかさ、弱いところを見せるのはかっこ悪いと思ってなくって、それを悩んで足を止めてぐち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 ばっか言ってるのはかっこ悪いと思うんだけど、俺は必ず悩んでたりとか、そのね、迷ったりとかさ、へこんだりとかした時も、その姿は見せるけど、でも、それでも踏ん張って、前を向いて、ちゃんと歩いていくっていう、そこまでのセットで見せれたら、その大人でもやっぱり悩むんだっていう、でも悩んでも、こう、なんだろうな、立ち向かっていく姿っていうものを見せることで、何かを伝えられるんじゃないかなっていうのは、ポリシーとして結構あって、ずっと。そう。で、この活動を始めてからも、1年目、2年目とかは結構普通に言ってたんだよね。ダラダラジオで行ったことあるか分かんないけど、まあ、なんだ、その交流できる場所。キャスとかも、ツイキャスとかもそうですけど。で、結構ね、悩み言ったりとかさ、してたわけですよ。俺、メンタルがね、強くないんで、結構ぐちぐち悩むんですよ。ちっちゃいこと気にしちゃうタイプなんでね。そう。だけど、こう、ここ最近ですね、まあ、昔からね、ほんと5、6年前から見てくれてるメンバーがいるわけですよ。もうその場で卒業してるけど、それでも今でも応援してくれてる子が結構いて、で、ある子に言われたの。先生、最近、そういうの言わなくなりましたよねって。大丈夫ですか？溜め込んでないですか？みたいな。もう、優しいでしょ？本当にね、うちのユーザーさん優しいんだけど。そう、で言われてさ、確かにね、もともとね、思ってたの、それは。で、言わなくなった、言わなくなったっていうよりね、言えなくなったっていうのが正しくって、でもね、その理由がね、いまいちわからない。正直、今でも、最初にさっき話したポリシーに関しては変わってないの、俺の中では。うん。見せていいし、それでも立ち向かっていく姿を見せれると思ってるんだけど、なんだろうね、何が邪魔してるんだろう。あんまりね、言えなくなったというか、言わなくなったなって。そう、それを、2週間前ぐらいに言われたのかな。で、先週本当はこれをね、話そうと思った。テストがだんだん終わってきてて、2年生とか1年生がね。で、受験もね、だんだん終わってきた方の方が多くなってきたので、まあ、そろそろこの話してもいいかなって。まあ、まだ受験残ってる子とかさ、テストある子ごめんな。申し訳ないんだけど、こう、みんながいろいろバタバタするのが落ち着いた時に、ちょっと俺のこの悩み聞いてっていうのを話そうと思って、ちょっと溜めてたんだけど、これを。で、その溜めてた期間も、考えたんだけどさ、毎日ね、なんかプライドなのかな、なんか歳を取ったからなのか、いやでもね、それよりは多分見てくれてる方が増えたからなのかな。正直言うとさ、まあ、登録者というか、見てくれてる方が増えれば、まあ、よく言うアンチっていうのも比例して増えていくわけですよ。まあそれはね、しょうがないことだとは思ってるんですけど、でも、多分、辛辣な言葉とか、すごいきつい言葉とかをさ、言われることは、多分1年目の方が多かったんだよね。俺、今の方が少ないとか気づけてないだけかもしんない。コメント欄とかにあるのかもしんないけど、全部ちょっと見れてないんでね。そう、だから、正直、なんだろうな、言われることで、めちゃくちゃきついこと言われるのは1年目、2年目の方が多かったんですよ。でも、なんかその時とかはさ、こんちくしょうと思いながらさ、それを、悔しさをバネにしてプラスのエネルギーに変えたるわと思ってやってたんだけど、
今はなんだろう、そういう姿を見せることで、マイナスに受け取ってしまう方もいるかなっていうのが、引っかかってるのかもしんない。正直さ、今この話をしてて、結局、お前さんは何を言いたいのって思うかもしんないんだけど、悩みを聞いてよっていう感じではないんだけど、自分の中では、やっぱり、その悩んでても前に進む姿っていうのは、見せていきたいの。なんかね、もちろん口でああだこうだ言うのも大事だけどさ、でも、姿、頑張る姿、まあ、自分の場合は撮影するって、勉強動画を撮るっていうことでしか見せれないんだけど、でもやっぱそこに至るまで、いろんな活動していく中では、いろんな葛藤があって、いろんな悔しい思いもしてるわけ。もちろん言わないこともたくさんあるんだけど、で、そういったこと、まあ、言えないこともあるけどさ、でも、なんか、ね、そういうことも見せれて、それを、こう伝えて、で、自分はね、もう33になるからさ、みんなからしたらさ、おじさんなわけよ。ちょっともうおじさんにさ、片足突っ込んでるわけ。だって、塾講師の時みんな言ってたもん。30代からおじさんおばさんだって。で、俺当時さ、まだ23とか24だったから、え、マジで?って。いや、40、50、50とかまでダメかなとかって言ってたんだけど、その30にも言ってるから、そう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 。だからこそ、こう、俺はね、学生の時に、その大人になるのがあんま嫌だったんだよ。そう。で、なんでかっていうと、俺の周りの大人って、もう愚痴ばっか言ってる人が多かったの、結構。そう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 。で、特に、俺が学生の時、うちの母親はね、ちょっと、まあ、うち妹が障害者でさ、で、結構、いろいろ大変なことがあって、で、おかん辛かったからさ、で、結構こう、なんだろう、気持ち的にやられてた時期で、で、まあ、そういうのを見てたりとかしたから、大人って大変だよなーって、学生がいいなーとかって思ってたんだけど、今は、俺、学生に戻りたいと思うことはあるよ。まあ、ちょっといろんな思いがあって、あるよ、それはね。あるけど、でも今のが絶対楽しいの。俺は今が一番楽しいからさ、この32年、まあ、33か、もうちょっとで、生きてきた中ではね。だから、その、まあ、みんなの学生の中でみんなが早く大人になりたい子もいれば、俺みたいにさ、ちょっとなりたくねえなと思う方もいるかもしれないんだけど、そういった子たちに、大人なのって悪くないよって、なったらなったら楽しいぜって。だから辛いこともあるけど、踏ん張んなきゃいけないこともたくさんあるけど、そこを頑張ってったら、輝ける場所があるし、みたいな、そういうのを見せていきたい。そういうのを感じてほしいと思ってるから、そう、なんかね、その悩みとかそういう姿がうまく見せれてるのかな?わかんないけど。わかんない。滲み出てるかもしんないけどさ。だから、自分の思ってたスタンス通りに今できてないことが、なんかね、なんかうまく言えないんだけどさ。こう、しっくりこないというか、そうそう。だから悩みを聞いてくれとか、愚痴らせて、まあ愚痴はあんま言うことないけど、聞いてくれってわけじゃないんだけど、まあもしかしたらね、ちょっと今それ本当にこの1、2ヶ月悩んでて、そこを。で、もしかしたらこう、ダラダラジオで、ね、月1回そういうなんか話す場とか、まあ月1回決めなくてもいいね。何かあった時にそういう話が出てくることもあるかもしんない。顔出し動画でそういうことを撮ることもあるかもしんないんだけど、まあもしね、たまたまこのダラダラジオを聞いてくれてる方がいて、で、これからもね、自分の動画を、まあ、見てくれる方がいれば、あの時話したそういうことなのかなって、ちょっと動画の方針というか、こういう動画を撮り始めたのはっていうのを思っていただけると、ありがたいかな。っていう感じです。はい。もうね、俺さ、多分ね、ガチめで悩んでるんだけど、まとまってないからさ、結局みんな聞いても、うーんって思っちゃうかもしんないんだけど。でも、なんか勉強がわかりやすい勉強動画を撮って、それがみんなの成績とかさ、まあ、受験とか試験とかいろんなものにプラスになったら、それで俺はもう幸せなんだけど、でもやっぱ欲張るんで、もっとプラスアルファで、ね、伝えれることはあるかなって、こう、企業じゃないから、俺は一人でやってる活動だから、でも一人だからこそ伝わることがあるとは、俺は信じてるんでね。まあ、ちょっとうまくまとまんないんですけど、まあそんな感じで、葛藤しながらね。まあそれでも、さっきも言ったように、絶対足は止めないから。そう、それはこだわりでね。絶対に前に進んでいくっていう姿を見せながら、まあみんなにね、何か感じてもらえるように、まあ、今年もっつうか、33になってもね、頑張ろうかと思います。まあ33まだなってないんだけどね。まあ、っていう感じ。で、あと、3月に変な動画っていうのは、3月に、まあ、そのままなんだけど、勉強動画じゃないものがちょっと上がります。で、何本かもう決まってるものがあるんですけど、1個はシリーズ化するものかな、予定としては。もうこれもほんと勉強全く関係ないけど、でもね、見てほしい、これは。俺ちょっと頑張る動画なんで。で、もう1個が、本当ちょっと前にあるプロジェクトに参加したっていう話をしたんですけど、それ絡みの、やつなのね。で、本当に、どうしたって思うと思う、きっと。
で、みんなにね、あるものをね、募集というか、ちょっと意見ちょうだいみたいな動画を撮るんですよ。そう。で、それも、多分予定だと3本撮る。1週間に1本ずつ撮っていくんですけど、予定なので、で、特に、女の子の力をちょっと借りる。まあ、男の子も全然 OK なんだけど、女の子の方が、力を借りたいとこなので、動画ね、投稿したら、ぜひ、その時にもね、ちょっと話をするんですけど、一応、ダラダラジオとかその動画でもね、俺だけの、ちょっとプロジェクトではなくて、すごい、たくさんの方が関わってるプロジェクトのものなので、よかったらね、何やってんの、ハイチって思うかもしんないんだけど、その気持ちをぐっとこらえて、参加というか、見ていただけたら嬉しいです。はい。という感じで、まあ、これから先ね、こう、勉強以外のものを、まあ、そんな増える予定ではないんですよ。別に、新しい何かを食べてみたとかさ、食べ物レビューしたりとか、変なことをしてみたとか、そういうのは取る気はさらさらないので、そういうものは上がらないと思うんですけど、ただ、勉強以外のものも、まあ、たまに取っていって、まあ、今も取ってるけどね、取っていって、で、まあ、勉強の息抜きにさ、ちょっと見てもらえるようなものが、できたらいいなと思ってますんで、まあ、これからね、この2018年、この、とある男が授業してみたっていうチャンネルがさ、どういう方向に行くかっていうのはまあわからないけど、でも、勉強動画メインのところはもちろん変わらないし、一本一本ね、気持ち込めて、ちゃんと準備して、丁寧に撮っていくっていうスタンスも変わらずやっていきますんで、まあこれからもどうぞ、よろしくお願いいたします。はい。で、ツイッター書いたんですけど、今回右下にね。あ、ツイッターやってるんですけど、もしよかったらね、フォローしてほしいんですが、最近ですね、最近っていうかちょっと前もあったけど、なんだ、あれ、リプアカとか、なんか、偽アカウント的なね、のがね、結構あるんです、ちょこちょこ。で、自分、1個しかアカウントを作ってないので、その今書いてある、アットマークね、ハイチ、アンダーバーね、下の棒ね、に、とあるっていう、その ID っていうのかな。それ以外のものは全部自分は、関わってないものなので、まあ、何かもしさ、結構ね、その偽アカウントを作ってね、暴言をね、リプで送るみたいなのをやってる人がいたんだよ、前。そう。で、もしそういうの嫌なもんした場合あったら、ちょっと自分に教えてもらえると、ありがたいので、よろしくお願いいたします。はい、という感じで、ごめんね、12分くらい時間を奪ったけど、でも聞いてくれて、ちょっと聞いてくれてっていうかね、俺は話してスッキリしてるところもあるので、聞いていただいてありがとうございました。で、次回は3月1週目ですね。まあ、3月のポイントというか、まあ、これからに向けてっていうところもね、いろいろ話そうと思いますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。